こんにちは、ブラックパンダです。今回のジャンクはこちらです。はい、ゾタックの GTX1050 になります。こちら動作未確認のジャンクですね。この前やった燃えるグラボシリーズでね、いろいろグラボを触ってたんですけど、こいつはねどうでしょうか。燃えなかったらいいんですけどね。動作確認する前にショートがないか確認しておきたいと思います。補助ピンはいらないタイプのグラフィックボードなので、こっちの PCIe の方で確認したいと思います。まずは 12V のラインですね。まあコンデンサがねあるので数値は動いていますが、ショートはなさそうですね。次は 3.3V ですね。うん、ここのラインも大丈夫そうですね。あ、もしかしたら中でねヒューズが切れて、こっちのコア電源、メモリ電源の方がショートしているかもしれないので、こっちでも見ておきます。メモリの抵抗値も OK で、 GPU コアの方も大丈夫そうですね。では動作確認していきたいと思います。はい、それではベンチ台に取り付けたので動作確認していきたいと思います。スイッチオン、回転しましたね。今ここが青色に変化したので信号は来てるのかな。一応こっちはね、このブートのところまでは来てるんですけれども、画面が表示されませんね。はい、ということでベンチ台からこっちに戻ってきたんですけれども、全然映像映りませんでしたね。信号はモニターの方にはね行ってるっぽかったんですけど、でですね、まあ実を言うと、さっき抵抗値確認した時になんとなくこれじゃないかなっていうのが見えたんですけれども、ここですね、ここのチップコンデンサが2箇所飛んでますね。さらにこっちのコンデンサも飛んでますね。ここにもコンデンサが取れたような形跡があります。こっちもですね、ここにもありましたね。もしかしたら他にもね飛んでる部品があるかもしれないので確認していきたいと思います。確かね、でもここのコンデンサがなかったらマザーボードとこの GPU のコアとのやり取りがうまくできなかったはずなんですよね。なので一回目視で確認して、他に異常がなければここのコンデンサたちを取り付けて、またね確認していきたいと思います。では一度分解します。よし、ではこっちも見ていきたいと思います。はい、表側も確認したんですが、特に目視で見える損傷とかはありませんでした。なので、一応ねこの裏の取れたコンデンサたちを取り付けしていこうと思います。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 個ですね。全部で9個のコンデンサをドナーからもらってきて取り付けしていこうと思います。ただですね、こっちの方とかはもうこのパターンの方がね取れてしまってるので、こっちのラインにジャンパーさせる必要がありそうですね。こっちもまあ他にももしかしたらね、このパターンが剥がれてるところはジャンパーさせないと厳しいかもしれませんね。あ、ここも取れてんのかな。パターン修復できるかな。あ、いけたかな。まあどうかな多分こっちからパーンって当たったんでしょうね。コンデンサがめくれた方向にこのパターンも一緒にこうめくれ上がってたんで、今ちょっと戻してみたんですけど、いけるかな。断線しなかったらいいんですけどね。そしたらね作業始めていきます。はい、このハードオフで買ってきた古いグラボがあるので、こいつからコンデンサいただきたいと思います。はい、ではドナーから取り外してきたコンデンサをこっちにつけていきたいと思います。ハンダが残っているところはそのまま取り付けられると思うので、ちょっとねハンダを盛り直してから付け直していきます。よし、さてね、問題はこの PCIe からのコンデンサなんですけれども、こっ
チは多分もうハンダ乗らないと思うんですけどね。一回やってみますね。やっぱりこっち側2箇所ね、ハンダ乗らないですね。やっぱりもうパッドが剥がれてるんで、まずここにコンデンサー片方だけ取り付けしてですね、ここのライン少し削ってジャンパーでつなげたいと思います。じゃあ OK。 はい、では今取り付けたコンデンサですね、ここパターンが剥がれていたところ、ジャンパーでつないでいくんですけれども、こっちにね、まあいい感じのこのパターン見えてるところがあるんですけど、こっちでつないじゃうと多分 PCI スロットに干渉してしまうと思うので、この辺でね適当に削ってパターンむき出しにして配線したいと思います。見た目はあれですけど、なんとかつなげることができました。でもこのままだとね、ちょっとしたことで取れてしまうので、周りを固めておきたいと思います。今回このボンディックで止めちゃいたいと思います。そしたら動作確認していく前に電圧を先に測っておきたいんですけれども、PCI スロットとの干渉はこんな感じですね。まあ、なんとかギリギリ収まってますね。はい、ではマザーボードつないで今から確認していくんですが、スイッチを押した時に、コアにね発熱があるか見ていきたいと思います。これ買いました、サーマルカメラですね。どんなやつがいいのかよく分かんなかったんで、見た目が一番いいやつを買いました。よし、では電源入れます。スイッチオン。ちゃんと起動しましたね。ちゃんとコア発熱してますね。それでは各電圧を調べていきます。まずは PCIe からの 12V ですね。 OK。 次は 3.3V、 これも OK ですね。で次に探すのは5かな、あこれ5ですね。ここもそうかな、あここも 5V ですね。 5V は OK で、次に探すのが1.8 は ありましたね。ここ 1.8 でしたね。 1.8 がないと確か次のね 1.8 以降の電圧が出ないはずなので、次はコア電圧ですね。 0.7V OK ですね。ちゃんと出てますね。で次はメモリーの電源がここかな、あ 1.3V ですね。メモリの電圧も OK です。で、PEX-VDD がいつもねどこにあるのか分かんないんですけど、どここれかな、あん 1V。 PEX-VDD って確か 1V 前後でしたよね。これでいいんかな、まあちょっとよく分かんないですけど、多分電圧計は OK ですね。映像が映るか動作確認していきたいと思います。はい、では動作確認します。スイッチオン、パン回転 OK ですね。ここまではさっきと一緒ですね。お、緑になった。画面出ないですね。結局全然ダメだったので、次はこいつを使ってバイオスの書き換えをやってみたいと思います。V バイオスの書き換えしようと思ったんですけど、僕の持ってるその AS プログラマーのソフトウェアにはね、この対応する IC が登録されてなかったので、ま、ちゃんと読み取ることも書き込むこともできませんでした。なので今回はね、もうこれ以上はねちょっとやりようがないですね。あの新しいというか、この V バイオスをちゃんと読み取りできるソフトウェアがあれば、まあワンチャンね書き換えしてまた動作変わるかもしれませんけど、現状はねもう、まあ、これ以上となってくるとね、まあちょっとわからないですね。まあ、バイオスの問題なのか、はたまたこの GPU の後ろでクラック入ってるのかどうかわかんないですよね。マザーボードの CPU の方で映像を出力させようと思ったんですけど、こいつを指してるとね、どうも映像が映らないんですよね。まあなのでちょっとまあ今はね、あの現状、まあ、僕の知識ではこれは直すことはきませんね。はい、やっぱこういうジャンクって難しいですね。やっぱりね、まだまだね、やっぱ勉強不足なんで、こういったやつはまだちょっと難しいかな。はい、ということで今回は、失敗です。また次のジャンクでお会いしましょう。バイバイ。